それではどうぞ。オープニングセレモニーが開かれたのは、札幌市中央区大通り西2丁目に完成した地上13階、地下3階建ての北北札幌ビルです。北海道銀行と北陸銀行が建設した地下街直結のビルで、今日から貸金庫サービスなどが利用可能となります。再開発が続く札幌の中で、新たな、大通り地区のランドマークになれればいいなというふうに思っております。1階スペースには椅子が置かれ、市民の利用も可能で、喫茶店も今後入る予定です。